はい、チャジです。今回はホグワーツレガシーをクリアしましたので感想をお伝えします。結論から申し上げますと、ハリーポッターを知らなくてもアクションゲームが苦手でも楽しめる両ゲームでした。このように感じた理由を今からお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。お伝えする内容は、まずはゲームの概要、ストーリー、システム、クリア時間、良かった点、気になった点、購入をおすすめする人、しない人、まとめ、以上となります。私は普段ゲームの情報を中心に YouTube で活動しています。お伝えする情報が参考になりましたら、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。まずはゲームの概要です。発売日は2023年2月10日、対応機種は PS5、Xbox、PC です。なお、今後 PS4 や Switch での発売も予定されているということですので、ご興味のある方は公式ホームページでご確認ください。ジャンルはアクション RPG で、プレイ人数は1人、レーティングは 0C です。次はストーリーとシステムです。ハリーポッターより昔の魔法界を舞台に、主人公は転校生としてやってきます。主人公は魔法界を引き裂きかねない古代の秘密を解く鍵を握っています。学校生活を楽しみながら、先生や同級生と協力して闇の魔法使いと戦い、魔法界の隠された真実を明らかにしていきます。物語はメインクエストをクリアすることで進みますが、先生や同級生から依頼されるサブクエストも数多くあります。クエストをクリアして覚えた呪文を使って強力な敵を倒していきましょう。また、倒した敵や宝箱から装備品が拾えます。これを自分でアップグレードができます。また、戦闘に役立つ薬を調合したり、魔法植物を育てたりすることもできます。ボスは非常に強いので、しっかり準備することが必要です。次はクリア時間です。クリア時間は50時間となりました。しかし、依頼されたサブクエストはほとんどクリアしましたし、景色が綺麗で見て回ったり、あと寄り道もたくさんしましたので、メインクエストを中心に進めたらもっと短い時間でクリアできると思います。次は良かった点についてお伝えします。良かった点は3つで、戦闘システム、グラフィック、サブクエストになります。戦闘システムに関しては、アクションゲームが苦手な人でも得意な人でも楽しめるというところが良かったかと思います。呪文の攻撃に関しては、オートエイムで敵に当てることができますし、敵からの呪文の攻撃は、自分に当たるタイミングがグラフィックでわかるので、アクションゲームが苦手な方でも楽しめるかと思います。また、才能、いわゆるアビリティと呪文の組み合わせによって、様々な戦闘スタイルを表現することができます。一撃必殺でもいいですし、カウンターでも、あるいはスニークといったところも表現できますので、アクションゲームが得意な方はさらに楽しむことができるかと思います。この才能のシステムに関しては別の動画で詳しく解説していますので、ご興味のある方は概要欄から確認してみてください。グラフィックに関しては動物や植物、風景などの自然とか、あるいは建物などの描写がすごく細かくて良かったです。ですので、目的地に行く際に走って行っても箒に乗って行ってもいいんですけれども、すごく移動を楽しむことができました。ホグワーツレガシーの世界観にどっぷり浸かれる没入感というのが非常に良かったです。サブクエストに関しては、依頼人がその依頼する理由をしっかりと説明してくれるのが良かったです。メインストーリーやいろいろな人間関係の中のつながり、このあたりが理解できたので、一つの物語として受け止めることができました。ですので、単にこうクエストをやらされているっていう感覚がなかったのが良かったかと思います。次は気になった点を2つお伝えします。1つは才能ポイントの振り直しができないということです。しかもレベルを最大まで上げても全ての才能を解放できるだけのポイントはもらえません。つまり物語後半になってからこんな戦い方をしたいなと思ってもそれができない可能性があるということです。ここは不親切だと思いました。2点目は敵のバリエーションが少ないということです。
物語の前半で出会った敵と同じタイプの敵と最後まで戦うことになります。ですので初めての敵と出会った時のドキドキ感というものがすぐになくなってしまいます。原作の縛りがあるので仕方ないかと思いますが、せめてボスぐらいはいろいろなバリエーションがあってほしかったなと思います。次に購入をおすすめする人です。これはハリーポッターの世界を感じてみたい人すべてです。先ほど申し上げた美しい自然の中をほうきで飛び回ったり、あるいは学校の中にも様々な仕掛けがあり飽きさせません。原作を読んだことがない私でも楽しむことができました。ゲームの世界観にどっぷり浸かりたいという方にはおすすめです。次は購入をおすすめしない人です。これは難易度の高い戦闘を求める人や他のプレイヤーと競いたい人です。多くの敵に囲まれて倒されるということはありましたが、敵単体として非常に強いものはいませんでした。ですので強力な敵を何度も何度も倒されながら試行錯誤して倒していくという楽しみはできませんのでご注意ください。それではまとめです。今回はホグワーツレガシーをクリアした感想をお伝えしました。このゲームを一言で言うと、ハリーポッターの世界に入り込めるみんなが楽しめるアトラクションでした。アクションゲームが苦手な方でも楽しめる作りになっていますので、ご興味のある方は軽い気持ちで遊んでみてください。この情報がホグワーツでの生活のお役に立てましたら幸いです。またコメント欄で感想や質問を募集しています。動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録や高評価で応援してくださると嬉しいです。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。